撃系格闘技最強の座をかけて熱い戦いが繰り広げられる K-1。 ヘビー級の猛者が集うだけに、我々はどうしてもその並外れたパワーに目を向けがちだ。だがそんな中で毎試合素晴らしいテクニックを見せつけながら KO し、我々の心を捉えて離さない男がいる。ミスターパーフェクト、コンプリートファイター、アーネスト・ホースト。ホーストのコンビネーションを中心としたハイレベルなテクニックは一体どうやって養われたのか。その秘密がホーストのコーチであるヨハン・ボス、ヤンプラスの2人の指導で明らかになる。このビデオを見れば、格闘技を実践する者、これから始めようとする者が強くなれるのはもちろん、 K-1 を見る者全てが戦いをより深く濃く味わえるはずだ。オランダ、ボスジム。ジムの創設者でありコーチであるヨハン・ボスは、合理的な指導をモットーとし、オランダではいち早くキックボクシングの科学的トレーニングの体系を作り上げた。このジムはホーストだけでなく、中量級最強を誇ったイヴァン・ヒポリットなどテクニシャンが多いのが特徴だ。しかし日本武道を学んだヨハン・ボスは、その精神も非常に大切にしている。テクニックと強いハート、2つのバランスが取れたファイターこそヨハン・ボスの理想とするところだ。ボス陣を支える3人のメンバー、ヨハン・ボスと二人三脚でオランダキック界で重要な役割を果たしているヤンプラス、 K3 グランプリ優勝、中量級最強の男イヴァン・ヒポリット、そして格闘界では誰もが一目を置く理論家ヨハン・ボス。ボスジムスタイルのコンビネーションを駆使して戦うホースト、その土台となる攻防は一体どんな風に練習されているのだろうか。このビデオでは基本から丁寧に解説することで、誰もが K-1 のテクニックがマスターできる。このビデオを見れば K-1 への道が開かれるのだ。Okay, everybody. This is the first time that I bring up the Fostyle gym, the special techniques on tape, videotape, and I think it is given big possibility for every fighter to be better, and maybe in the future to be a K-1 fighter for the big tournament. I hope that you very interesting videos looked, and I hope that you study every day. ストレートパンチ。まず大切なのは左手を前に出して距離を取る。パンチを当てるために一歩踏み込む、ちょうどいいポジションに立つことです。手は顎の前に構え、投げ込むようにパンチを打ちます。フックの打ち方は、体重を前足に乗せて一回体を外に振ります。そして腰の回転とともにパンチを入れる。ナックルをしっかり返して当てましょう。こんな感じでダブルステップを踏んでパンチします。バランスを保ちながらパンチを入れるのです。さて、2人のコーチに加えまして、こちらには聖堂会館師範代角田信明さんにも解説をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。一つ愛のある厳しいご指導ということで、まずは、はい、角田さんのところの聖堂会館の中迫武蔵両選手、このパンチどうですか。まだ上体と下半身の動きがですね、一体化してないんですよね。一方このホースト、はい、体の軸をうまく使ってですね、回転の速いパンチをうまく打ってますね。体の軸がブレてないんですよね。全然
それではアッパーカットとその特別なトレーニングをしましょう。アッパーカットもフックも一番重要なことは体の回転です。こんな風にいい回転と肩の柔軟さ。肩がガチガチだといいアッパーカットはできません。一番いいトレーニング法は腕の力を抜いて体の動きでアッパーカットを打つことです。大きな腕の振りで打つのではなく、コンパクトな動きで打ちます。左手のパンチも同じです。腕の力ではなく体の動きで打つことが大切です。ボディに打つ時も同じですが、腕をちょっと動かします。変に力を入れたり不自然な打ち方をすると手を折ってしまいます。こんな感じで相手の序骨を狙います。この狙いについて師範代からも、はい、体の回転をうまく利用してですね、アッパーが非常に内側からインサイドから、はい、よく見ててください。じゃあボディを打って、さあ今度はボディ、脇がよく締まってますね。あ、肘が体の脇によくついてるんですね。これで力が逃げない、いいパンチが打てるんです。フロントキックですが、キックを確実に当てるためにはまず腕を前に上げて構えて膝を出してキックすること。押し出す感じでキックします。必ず腰を入れるように押し出しながら蹴ることです。次はラウンドキック、つまり回し蹴りです。まずはローキック。軸足をこの方向に踏み出してすねで蹴ることが大切です。というローキックなんですが、はい、踏み込みがいいですよね。必ず45度斜めに入ってますから、相手の攻撃をもらわないポジションから非常にすねがいい角度で当たってますよね。ミドルキックも基本は同じで、すねで蹴ることです。このミドル、まあ、基本的な質問かもしれませんが、はい、どこを狙っていけばいいわけですか。まあ、基本的にはですね、微増地から下、はい、腰骨ぐらいまでの部分を狙って蹴っていくんですけれども、はあ、そうすると特に、肝臓レバ ー、 あー、このレバーに与えるダメージってすごいあるんですよ。はい、はい、あとはこのスピードをつけて蹴っていくことで相手の腕を狙って腕を壊してしまうという意味もあるんですね。なるほど、はい、ハイキックですが、頭を蹴るときは足の甲とすねのちょうど付け根の部分で蹴ります。このキックの後も必ず元の位置に戻るようにしないといけません。そのために常に体をコントロールします。コントロールすることに気を使わなければいけません。このハイキックのツボとなりますと、このヒポリットの蹴り見ていただいても分かりますけども、要するにヘッドスピードって僕らよく言うんですけどもね、足先のスピードがですね、はいはい、非常に速いんですね。ゴルフなんかと一緒ですね。一緒なんですよ。物を叩く動作っていうのはいかにヘッドを速く走らせるかっていうことなんですね。なるほど。だからパワーよりもスピード。それでは膝蹴りの基本を教えます。分かりやすいトレーニングとしてフリームーブがあります。右膝を使う場合、まず左足を前にステップしてつま先を立てて背筋を伸ばすと自然と右膝は前の方に出てくるので、そのまま蹴ります。その時膝は前に出す感じで上には上げないようにしてください。
という膝蹴りなんですけれども、師範代、例えばホースとそれから今やっているヒポリットにしてもこの膝蹴り鋭角的に入ってくるじゃないですか、はい、そのあたりポイントはどこにあるんですか。まあ、このミッド蹴り見ていただいても分かるようにですね、前蹴りも膝蹴りも非常に腰が柔軟なんですよ。腰の柔軟性で蹴ってますから、で蹴りが全て鋭角に入って、しかも相手のボディの中までこう食い込んでいくんですね。さあホストも、はい、前蹴りから膝へ、はい、この腰の前後の柔軟性というんですかね、腰をぶつけるように。ああ、はい、ではディフェンスの仕方、まずはストレートパンチに対する防御です。こういう方向に手を出してストップします。体をちょっとねじることが大切です。カウンター攻撃の場合、足の運びが重要です。足の向きを見てください。さてここは角田師範代にもぜひ踏み込んだ解説をお願いしたいなと思うんですが、はい、この足の動きに注目をということで今、要するに相手の攻撃を受けてからですから、どうしても止まってしまうんですけども、そこはですね、止まらずに受けると同時に必ずこれホストの左足がですね踏み込んでますよね。しかもこれ45度の方向に45度入るということは、相手の攻撃をもらわないポジションから自分の攻撃を当てることができるという意味なんですよ。ああ、まずですからブロックを相手のパンチにかけておいて、その後に踏み込みですね、踏み込みですね、プラス左足手前足です、はい、プラスタイミングですね、その相手の攻撃を受けると同時に自分の攻撃を出す、受けてからでは遅いんですよ、受けながらもう攻撃をスタートする同時に、だからトントンではなくてトトンというタイミングが大事なんですね。ディフェンスした後に前蹴りを使うやり方です。防御の仕方は同じ、手でクロスしてフロントキックをします。フロントキック、はいはい。この前蹴りでの防御というあたり、はい、まず大事なのは前蹴りの角度ですよね、はい、ボディに突き刺す、相手を向こうに突き放すような角度をつけるということと、はい、それからね、このタイミングを見ていただきたいんですが、まず手でクロスしておいて、はい、そしてこの前蹴りを、はい、クロスした時にはもう足が上がってますね。あ、本当だ、このタイミング、このタイミングですね、このタイミング、はい、受けてからでは遅い、先ほどもおっしゃったこのトントンではなくてトトンという同時にというあたりがツボなんですね、はい、いわゆる攻防一体というやつですね、はい。ローキックでカウンター攻撃をします。パンチを受けた時、軸足を内側にひねります。そして外側にステップしてローキックです。というローのカウンターについての話なんですが、はい、これ、蹴るタイミングもですね、これもそうですね、ディフェンスしたと同時に足がスタートしてますね。先ほどからおっしゃってる、はい、はい、これ見てください、ディフェンスをした時はもう蹴りがスタートしてますね。この今丸くれて左足の、はい、もう浮いてますよね、はい、これは次の踏み込みにつながって蹴りがスタート、しかもそのステップがこう外へという感じで出てますね、はい、このコートの上にラインが出てありますけども、45度ですね、そうですね、相手に対して45度踏み込むことで相手の攻撃をもらわないポジションから自分の攻撃だけを当てることができる。ミドルキックの時も同様です。ただミドルキックの時はパンチが来た方向と同じ方向にキックを入れます。つまり右のパンチが来た時は左足でキックする、手でクロスしてボディへキック、まっすぐ足を伸ばすのではなくて曲げます。
このミドルの場合は同じ側でキックというあたり。パンチを打ってですね、ボディが空いた状態になってますから、あ、はいはい、そこはいい角度で蹴りが入るんですね。ですから、パンチが得意な選手に対しては、必ずこうやってミドルに入るような感じで、ミドルキックでカウンターを取っていくとですね、大体、パンチが打てなくなってくるんですよ。今これ右のパンチ打って右脇腹が空いてますよね。そうですね。ここに蹴りが入りますから、はい、そうするとボディにダメージがあって、パンチがだんだん出せなくなってくるんですね。はい。一方今度は左のパンチにしてもこれ同じことですね。はい、同じ側ですよね。空いたところを蹴る。だからムエタイの選手なんか得意ですよね、これが。パンチの強い選手に対しては必ずミドルキックでカウンターを取っていく。パンチを受けてハイキックで反撃。これには2つのやり方があります。1つは右手で受けたら右足でハイキック。もう1つは左手で受けて左足で蹴る方法です。ハイキックへのこの右右左左というこのあたりについては、はい、相手のパンチをディフェンスしてですね、同じ側の足で蹴ってますよね。はい、でこの時っていうのは、まあ、ホーストは大体 KO、 ハイキックで KO してる時っていうのは必ずですね、今これ左手で押さえながら、左で蹴る準備してますね。もう準備この段階で準備してますよね。はい、はい、そしてで押さえたのと同じ側で蹴った時っていうのはホーストもほとんど KO してるんですよ。これは相手側にとってみたらこのキック非常に押さえた腕がですね、目隠し状態になって蹴りが見えにくいんですね。ああ、はい、そういうことなんですね。ディフェンスして相手をコントロールして膝につなげるやり方です。まずブロックしてクロスオーバー。その時もう一方の腕で顔をパンチから守るようにしながら相手の肩口をつかみ一歩離れて膝で蹴り上げます。ここからクロスオーバーして相手が突っ込んでくるところをブロック。肩口を下に押すようにしてから膝で蹴ります。こうして動いてキック。相手の頭を下げると同時に膝を上げます。このあたりも、はい、地味なようでいて実は実践上相当大事なテクニック、高度なテクニックですね。はい、この動きなんですが、相手がですねまっすぐ突っ込んでくる力を利用しまして、はい、これね相手を中心に円を描いています。はあ、今こう肩口を下に押し下げるあたり、はい、この動きが円を描くように、はい、これホストのですね左足に注目してください。左足がずっとこれ時計と反対回りに、はいはい、奥の方に今引いてましたね。コンパスで円を描くようにですね、相手の力をうまく利用しながら円で吸収してしまってるんですね。でこう円を描くことで相手との体の間に空間ができますから、さあここできている、はい、そしてこの足、向こう側の足、左足で、はい、できた空間をですね目いっぱい使って強い蹴りを叩き込むことができるんですね。だからこそ、はい、破壊力のある膝蹴りを、もう一度ご覧いただきましょう、ね、はい、これはまず相手のパンチをさばきました。右足を、はい、これをうまく時計と逆回りに左足が、ああ動いてる動いてる、はい、そしてさらに円を描いてですね、ここで空間を作りました。でそこから、ここから強い蹴りを叩き込む、つまり2つの円の動き、はい、でしかも相手は体勢崩してますから、ここで攻撃をもらうとディフェンスのしようがないんですよね。さあこれを実践の場でホーストはどう生かしているかというあたりも角田師範大にお話をいただこうと思うんですが、はい、フーベルトの無理棄戦ですから、まずこれは非常に射程距離の長いパンチですね、相手を嫌がらせます。これよく伸びてますよね、左がね、その後右が追撃してます。でこれ見てください、左手で押して左の入って、ああ確かにそうですね、同じサイドですから見にくいですね。これはもう芸術的なカウンターのシーンが出てきますね。ジョニークレイン戦、はい、ボン、ああ、ね、これも相手のパンチの軌道をもう打つ前から分かってるんですよ、本当は。もうコンピューターで計算したみたいにポッと顎の位置を、ね、分かってるんで、相手のパンチをもらわない45度の位置に踏み込みながら、これ今画面だと分かりません、分かりません、踏み込みが一つ重要なんですね。
ではフックパンチに対するディフェンスです。フックは防御するのが難しいパンチです。こんな具合にアームブロックしてもダメです。こんな感じでブロックすると成功する可能性はあります。相手の肩のところを押し合って頭を下げる。あとはここでブロックすることです。ここでブロックしてアッパーカット。ブロックする方の手が相手の腕に触れた瞬間にアッパーカットを入れます。もう一方の手も一緒です。同じようにここでブロックしてアッパーカット。ブロックの瞬間に体を後ろに下げることもできますが、その場合ブロックをした方の腕は全力を出せなくなっています。ですから一番いいのはブロックをすると同時に膝を使って体を一度沈めます。そして足を一歩引くとキックする方の足と相手の体との間にスペースができてキックをしやすくなるし有効です。相手が右の後に左を出してきた瞬間にローキックを入れるのが一番有効的です。いいブロックをしてからローキックです。このフックに対するディフェンスの対応なんですけれども、はい、あのフックというのは比較的距離がですね、近い状態で攻防が展開しますので、この攻撃、あの相手の攻撃をさばいた後のですね、反撃というのをですね、うまくその防御した時の体勢を次の攻撃につなげる必要があるんですね。はい、まあ、そのための一つとしてこう膝を沈めてためを作る、ためを作るこのローキックへ。だから防御は防御、攻撃は攻撃というのが分かれてしまっちゃいけないんですよ。あ、はい、ブロックした時にはもうこのブロックした動きがそのまま次のローキックの体の回転につながってますよね。だからまあこうして出せると、はい、あ、ブロックした今右側にふっと腰をひねった、そのためをそのままローキックにつなげる。もう一度だけ見てみましょう。次は膝での反撃。ブロックしてからクロス。その時自分の左手でコントロールしながら相手の体を下に押して膝で蹴り上げます。いいブロックをすることによって自分の頭が相手の頭に当たることを防げます。そして肘で相手のアッパーをブロック。ただ相手を下に押すときにブロックしている腕一本だとパワーが出ないので、もう一方の手を添えると楽になります。アッパーカットを防ぐときも同じです。体を少し回転させてこの手でアッパーをブロック。そしてもう一方の手でフックのカウンター。体を動かすことが重要です。この反撃に持っていくコンビネーション、ここも相当重要なポイントですよね。タイミングですよね、はい、でこれもあのホストの体の使い方を見ていただくとですね、パンチをブロックした時の体のためをですね、非常にスムーズに次の攻撃につなげてますね。ブロックした左手でできたため、今左側の肩を後ろに引いてますよね、はいはい、この引いたためをそのままうまく使って左のパンチにグッと、ね、このタイミングなんですね。相手の攻撃ディフェンスして返す時というのはですね、このタイミングがもう本当に勝負を分けてしまいます。ここもまあ肘あたりで防御しといてすぐひねりを生かして右のストレート、はい、もう触れた瞬間、はい、トンとこのタイミングですよね、攻防一体、攻防一体、はい。さあ今度はパンチに注目して、ホーストの実戦でのさまざまなシーンを角田さんが見ました。
コーストのパンチがこれ回転が速いんですよね。手が手数がどん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 出ますよね、マシンガンで。1、2、3、4、5。さあ、そしてここももうたまらないですよね、これだけ打たれると大変速いですけど、この腰がなくなってきちゃうんですね。しかもどの位置で叩くとパンチが効くかっていうのをよく抑えた感じの打ち方です。これ見てみてください。もう相手がどこの頭がどこに入ってくるかっていうのを動く前からなさってるような打ち方ですよね。計算しまくってます。今のフックですけど、非常に射程距離の長いフックを打てるんですね。そうですね、はい、さあ、そして記憶に新しいマイク・ベルナルド戦でのホーストの最も芸術的な動きですよね、このシーン ね、 一体何発出てるんだろうという、ね、これね、あのホーストの体のね、軸、頭のてっぺんからまっすぐ伸ばした体の中心軸が、ね、全然ブレてないんです。まっすぐ立ってるんですよ。あ、スローだとそう言われてみると。で、マイク・ベルナルドはこれ前かがみになってしまったり、バランスが取れてませんよね、全然、はい、安定したパンチ力ですね。しかし一発もらった後でこの安定、はい、バランスがいいんで相手のパンチをこうやってマイクのパンチをあともらうんです。これもらうでもらうんですが、自分のバランスが全然崩れてないんですね。だからその対応してすぐね、すぐに打てるんですね。次はアッパーカットをディフェンス、そして攻撃です。ディフェンスの時は体の回転で避けてブロックします。回転しないでブロックするのは難しいので、回転させて体勢を戻すときにカウンターを狙います。柔軟性を養うトレーニングの方がパワートレーニングよりもはるかに大切です。まあでもこのアッパーでフィニッシュというのは他のパンチに比べるとなかなか難しいんじゃないかなという気がするんですが、アッパーはあの角度的なものがですね、非常にあの力をですね逃がさないように打つのが難しいという技術的な部分もありますし、ストレートやフックに比べてですね、打った時に腕を下げますから、はい、顔面のボールがおろそかになるという部分もあるんです。まあ、下がるわけですからね、マイケル・トンプソン戦、これはですね非常に見えにくい角度のほとんどマスストレートのようなアッパーカットですよね。ある意味じゃ実況泣かせのアッパーというね、マイケルはこれ分かってないと思うんですよ、アッパーを打たれる。これですもんね。蹴りに対するディフェンスです。前蹴りに対する防御をするときはなるべく的を小さくして、蹴りが来たときに体をひねって避けます。そのとき必ずつま先でバランスを保つことが大切です。手を使った簡単な防御もあります。足を少し動かすのです。ここでブロックします。あまり遠くではなく自分の体のすぐ手前のところでブロック。その方が体の動きが小さくて済みます。相手が右足できてもこうして左手を使ってブロックすれば問題ありません。今度はカウンターをやってみます。これは腕でも足でも両方でもできます。まずはキックから、ローキック、体勢を戻しながらキック。もうすでにキックにはいいポジションなので、相手の足をブロックした瞬間に自分のキックを入れます。ブロックして膝を曲げてキック。勝利のためには絶対に欠かせないこの蹴りに対する防御なんですけれども、はい、これあの空手では通常下段払いって呼んでますけども、左手で相手の蹴りをコントロールしてますね。まずこのアクション、はい、でここからポイントなんですが、この今中迫選手が蹴った蹴り足がですね、地面につくのとほぼ同時に蹴りがスタートしないとですね、タイミング的には良くないですね。もう一度別のアクションで、はい、これでまずブロックした下下段までしました。この蹴り足がついた時にもうホスト動いてます。次の蹴りを出す、もう一度この
降りた時にですね、はい、と同時に蹴る。今度は頭へのカウンターキック。これもさっきと同じで足を使います。ブロックして今度は頭へキック。体を回転させて戻しながらキック。もちろん逆の足でもできますが、その時はこっちに一歩下がって、体の動きは小さく、そして頭へキック。今度はキックのディフェンスからハイキックへ持っていくという一連の動きですが、はい、これね、ホスト選手の動きよく見てください。相手の蹴りをブロックしたと必ずパンチを一つ入れてますよね。ああ、そうですね、この、まず払って、はい、相手の蹴りをコントロールします。自分が攻撃しやすいポジションに相手の蹴りを無理やり下ろさせてるんですね今、はいはい、ここからパンチを一つ入れることで相手の意識はパンチに移行しますから、そうするとディフェンスが若干甘くなるんですね。あ、甘くなったところにフィニッシュで蹴りを入れる。これディフェンスしていきなり蹴りを入れるとですね、相手はその蹴りに対して当然防御してきますから、ここでこの一つパンチを間に挟むことで相手の意識を散らすことができるんですね。これが一つの大きなポイントです、はいはい。キックを受けてパンチで反撃。今度は手でやってみます。ブロックの仕方は同じ。そしてこっちの腕を中に持ってきてこっちでパンチ。ワン、ツー。右のアッパーを使う時も同じです。ワン、パンチ、ワン、パンチ。ここのポイントは何ですか。このポイントはですね、まあ、全てに共通して言えることなんですが、ディフェンスをした時のですね、体のひねりをすぐさま次のパンチにつなげるということなんですね。まずここ払ってますが、その段階で腰、はい、今も 右肩がぐっと後ろに引けてますよ ね。左足を45度踏み込みながらパンチを打ちます。この一歩踏み込んでパンチというのもですね、その踏み込みの角度が問題なんですね。まっすぐ踏み込んだのでは自分の攻撃も当たりますが、相手の攻撃ももらってしまう。それをですね、45度、これはまあ足元マットの上にライン引いてますけども、このちょうどペケ印でクロスした方向ですね、はい、45度に踏み込むことで相手の攻撃をもらわないポジションに自分の体を持っていって、そこから自分の攻撃だけを当てる。Okay, we're starting. ローキックの基本的なディフェンス、すねによるブロックです。ローキックに対する防御の一番いい方法は足を上げてブロックする方法です。こういうふうに立つ位置を少しこういうふうに下げてください。こんな感じで、こんなふうに立ってやろうとするとかなり難しいので、お尻を使って少し動いてください。このあたり実は盲点かもしれませんけど、実践においては大きなポイントと言えるんじゃないですか。あのローキックというのはですね、太ももの部分をずっと減らしているとですね、速攻性はないんですけども、だん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 ダメージが蓄積されてきますので、ありますね、できる限りですね、こうやってまめに膝を上げることで爪の手を使ってですね、ブロックをしていかないとどん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 ダメージが蓄積されてきます。この方がですから、より相手のそのパワーを吸収できるんですか。そうですね、はい。して、膝を上げることですね、はい、上げて下ろすときの体重移動で蹴る。カウンターは簡単です。ブロックした足を後ろに1回下げて、そこからキックします。それかハイキックです。さあ、このカウンター、はい、先ほどもですね、ローキックを必ず膝を上げてすねでブロックするというところから、反撃につなげてるんですが、ポイントはですね、膝ブロックを上げますよね。これを下ろした時の勢いでそのまま蹴りにつなげるんですね。要するに人間が歩く時もですね、左右左右と足を出すのと同じなんですよ、基本的には。歩いてる感覚で蹴るんですね、これ今左足を下ろして、これを踏んだ時は
右が、うん、でその逆で右を上げてでこれ折れた、はい、右足が折れた時は左足がもう宙に浮いてますよね。人間歩くときそうだと思うんですよ。これはまあ勢いつけるためにスイッチしていくわけですけども、はい、なるほど。そう言われてみると極めて自然な動きというか理にかなってるんですよね。あの必ずそれがポイントなんですね。いかに人間の体の自然な動きに沿って蹴るかということですね。はい、はい、ではスイッチを使っていきます、はい、スイッチすることで蹴りに勢いがつく。さあ、では実戦におけるホーストのローキックまとめてご覧いただきますが、このホーストのローの特徴というのを改めて師範代に伺いたいと思うんですが、蹴るタイミングが非常にいいことと、だから角度がですね、このスローのもうももの裏側行ってますよね。上からですね、上から打ち落とすようにして、あ、これしかもその相手の膝関節少し筋肉がついてない部分ですね、人体が もろむき出しになっている部分を狙う。これなんかは首相撲で近い状態から蹴ってますね。なかなかこういう近い距離からローキック蹴ることができないんですよ。ミルコタイガーもたまらないという表情、はい、ここは確かにね、はい、そうか、筋肉が守られてないからこう急所なんですね。そうですね、鍛えようがないところですから、これも見てください。これ これも対角線コンビネーションですね。スパッと左を叩いて、相手のボディを攻めてから対角線で蹴る。これはオランダのキックボクサーの典型的なコンビネーションですけどね。しかも膝の関節の筋肉の薄いところ深くですね。これはレイセフォー選手でした、ね、はい、これはもう徹底して膝関節狙ってますね。これでレイセフォー選手もほとんど膝の靭帯を破壊されてしまいました。これタイミングいいですね。これはもう巨漢封じですね。徹底して足を取る、はい、タイミングがいいですね。角度とね、本当にどれもこう上からスパッと打ち下ろすよね。打ち落としてますから力が逃げないんですよ。あ、全て相手にダメージを与える方向に 100% 相手に力を加えられます、ね、はい、そして、うん、左に当てるのをかわしたんですけど、それが右足の方にいっちゃう、はい、そしてさらに振り返ってフォローでもう一発入ってますね。体のバランスがいいからすぐどんな状態でも蹴れるんですね。ああ、また、はい、これまた対角線コンビネーションですね。恐ろしい恐ろしい。右でちょっとフェイントをかけて固めておいて上げたボディを、そして対角線に蹴るように、いい動きな感じで蹴ってますよね。この3点に散らすコンビネーションも素晴らしいし、はい、これ右をちょっと振ってるんですね。フェイントをかけてですね、はい、相手を翻弄してますね。はい、さすがのマイクといえどもという感じ。これも右でフェイントをかけてパンチを固めておいて、ブロックを固めて左を返して対角線でローキック。ミドルキックを両手でブロックする方法です。相手がミドルキックできたらそれを両手でブロックします。このように片手でブロックしないこと、両手でブロック、必ず足を使って動くことです。足が柔軟でないと相手を跳ねのけることはできません。もし足を伸ばしていると蹴られた時に後ろの方に飛ばされてしまいます。あの、師範代から見てここの一番大事なポイントって何ですか？まあ、非常にどちらかといえば高度なディフェンスの仕方なんですけど、相手の蹴りの内側に回ってますね。はい、相手の蹴りの中へ中へ入ることで相手のパワーを吸収しているということなんです。あ、まあ、両手でブロックというのは手でブロックというのもありますけどもね、その時にちゃんとポジショニング、はい、今だとこの左の蹴りの中に入ってますよ ね、右の蹴りの逆に見てください。右足見てください。中へ入ってますね。は、はい、次は左足です。中に入ってますよね。ミドルを受けてパンチで反撃します。まずは手を使ったカウンター。まずはこっちの手でブロックします。これが一つ。そしてこう回ってから打つ。
このミドルを受けといてパンチで反撃という流れですが、はいはい、今、まあ、あのヨハンさんも言ってましたけど、ね、必ず回り込んで相手の蹴りのインサイドに入ってしまうんですね。これで、あ、ここでもね、はい、攻撃を吸収する、吸収、はい、吸収してしまって安全なポジションからですね、逆に言えば今これパンチで返してますけども、安全なポジションに入ればパンチでもキックでも何でも返していけるんですね。あ、基本は同じと。基本は同じなんです、はい、相手のその蹴りを吸収する形で、はい、自分の体のポジションをどこに置くか、今右足を使って相手の蹴りの中に入ります、次は左足を使って中に入ります、この位置からパンチをするとちょうど相手の真正面に当てれます。ミドルを受けたら相手を崩して膝に持っていきます。相手がミドルキックできた場合、ディフェンスからクリンチに入っていくのは比較的簡単です。必ずいいブロックをして体にキックを受けないこと、手でブロックすること、捕まえて引き込んでからキックを入れます。ここもそのブロックしてから崩し、はい、ここであの円っていうんですか、円運動を使ってますね。しかもこれ、あの2方向に2つの円を描いてるんですね。ちょっと見てください。蹴りをディフェンスするときは今時計回りに回って、今度は逆サイドに回ってます。はいはい、次見てください。今度は逆、時計と逆回りに入って時計回りで崩す、これスローで見てください。今時計と逆方向に回ってますね。はい、これで相手の蹴りの内側に入って吸収してしまってディフェンスして込んでしまって、次は時計回りに右足が動いてますね。あ、右足、はいはい、それで空間を作って蹴りを叩き込む。あ、今これ時計回りに相手の蹴りの左の蹴りの内側に入ってますね。はい、これでディフェンス、今度は時計と左足見ればいいですね、はい、あ、この動き、はい、この動き、この動き、はい、コンパスで円を描くんですね。まさにそんな感じですね、はい、中に入った、今度は右足が、ぐーっと描いて、その瞬間できた空間を蹴る、はい、左足、右足中心に左足が円を描く、はい、あ、ね、なるほど。ハイキックも同じですが、ハイキックの防御の時は他の時よりもしっかりとディフェンスすることが大切です。相手を跳ねのけて自分の頭を両手でガードしながら、顎は胸につけるようにします。うん、ここも結局相手のその攻撃を少しでもこう吸収っていう、先ほどからシャンダイがおっしゃっている、そうですね、5センチでも10センチでも相手の蹴りの方向と同じ方向に体を少し動かしてやれば、はい、これで少し吸収しますからね。 あとはですね、はい、手をですね、顎から離してディフェンスすると蹴りがディフェンスを乗り越えて入ってきますから、これね、グローブをうまく使ってください。グローブをパッド代わりにですね、グローブで受ければいいんですよ。顔に近いところにいいですから、両手をきちっと添えて、グローブの厚みを利用して蹴りをディフェンスしてやるとですね、比較的ダメージが少なくてするんですね。ハイキックを防御してからの攻撃、あるいはカウンターです。バランスを崩したときはこういうローキックでカウンターします。時には相手のローキックが来るのが分かるので、そういう時は同じローキックで対抗できます。ただ必ず内側の腕は防御をしなくてはいけません。必ず円を描くように動くこと。例えばこんな動き方をするのは大きな間違いです。円という言葉が出てきましたね。はい、そうですね。ですからこれを見ていただくと、中迫選手の蹴りが描く円とですね、同じ円周上にホーストはずっと体を逃がしてるんですね。逃がしながら、はい、しかもその同じ円周上でローキックを蹴ってるんですよ。ちょっと難しい表現かもわかりませんが、ほう、そうするとこれ同じ円周上を回ってる力なんで、タイミング的にですね、蹴りをディフェンスしてすぐに、反撃の蹴りを出しやすいんですね。選手の右足が描く円柱状を同じように、なんか同じ円の上をこう蹴りが回ってるような感じがするんですね。つまりこの円、半円とこの半円で完成してるという同じ円柱状を回ってるという。さあ実戦、なんといってもアーネスト・ホーストの名を天下に知らしめたのはこのモーリス・スミスとの戦いだったわけなんですが、はい、これもですね、潜り込んで左手で押しといて左で蹴った、この、はい、はい、
何度見てもこれはすごかった。ハイキックのなんかお手本みたいな、教科書みたいな感じですね。でもホルトの時にはですね、これ足が細くて長いですよね。相手の森選手のこのノイズ裏側までギューンとムチがしなるように回ってるというか、意外と方が大きいんですよ。だから普通の人のハイキックよりも分からないところから巻き込んで蹴ってきますからね。相手にはこれ見えてないんですかね。見えてないです、見えてないです。これもそうですよ、左足が大きな弧を描いてますから、はい、ほとんどこれ頭の後ろから飛んでくる感じがするんですね。見てください、これほら相手は前にいるんだけど、蹴りしたら後ろから飛んでくる感じがするんですね。今華麗な足技を見せましたシュワートグリーン。今シュワートグリーン戦もこれ蹴りですね。これなんか逆にインサイドから角度絞ってくるんですよね。中に絞ってくるね。パンチをブロックしてからの膝での攻撃です。確実に動きができるようになったと思ったら一歩進んでディフェンスをして膝でカウンターするという膝蹴り本来の目的の動きを練習します。まずはパートナーに左右のストレートパンチを打ってもらい、それをブロックしてから膝蹴り。右のパンチは体をのけぞらすのではなくブロックしてキック。このコンビネーションブロックから膝での攻撃、まあ、膝の攻撃のポイントについてはこのビデオの前半の方でもお話しいただいたわけなんですけれども、はい、改めてポイントを教えてください。これまあ、パンチの強い選手に対してはこの膝でカウンターするというのは、まあ、鉄則なんですけども、特にこのヒコリット選手の膝蹴りのポイントがですね、ステップインの鋭さもありますが非常に柔軟な腰の動きで鋭角に突き刺してますよね。刺す感じね。はい、だから2人の間にかなりこれリーチと身長の差はありますけども、踏み込みとこの腰の柔軟性でそのリーチの差を十分補う、角度の鋭い膝蹴りをぶち込んでますよね。はい、まさしく突き刺すという感じのこのヒポリックです。はい、次のステップは同じテクニックですがパートナーを抱え込んでいる時です。体式ボクシングや K1 などでよく見るのが相手をこういうふうに抱え込む動き。これは間違っています。両方のグローブをこんな感じでしっかり組んでから相手を下に押すようにするのが正解です。そうやって相手を抱え込んで蹴りを出しますが、距離を取るためによく自分の体を下に下げてしまうことがありますが、そうではなく自分の腕をまっすぐ伸ばすことによって顔をガードしつつ距離を取ります。そしてキックした後にまた抱え込むのです。 K1 の実戦でもよくあるシーンなんですけれども、はい、まあ、いわゆる首相撲と呼ばれているものですけどもね、はい、これねテコの原理を使いましてね、相手の体をね固定してしまうんですよ。テコの原理、だから首相撲というのは決して力ではなくてですね、うまくテコの原理で相手の首を固定してしまう。それが効いてるから捕まえたらもう本当にすぐ。しかもこれ腕が目隠しになっていて膝が見えなかったと思うんですね。アーネストローに圧倒されてるという感じになっております。膝の角度はですね、でもよく頑張ってます、よく頑張ってます。まっすぐ蹴ってますね。これ鼻の骨が多分折れたと思います。もう一度そうで、はい、抱えて固定しておいて、もうお手本みたいな蹴り方ですね。さらにこのコンビネーションからとどめが膝へという、インサイドに絞り込んで出てきますから、真下から、要するに単純のアッパーカットと同じで真っすぐ下から入ってくるんですね。次はクリンチされた状態から膝を使って簡単にエスケープするトレーニングです。まず自分の腰を下げるような形にします。そして腕を上に上げるのではなく体を沈めて手を相手の肘の下に入れ、上に押し上げて後ろに回り、背中もしくはボディにキックします。当然この攻めのテクニックの後には抜け出す、こういったテクニック大事なわけですが、首相撲の外し方ですよね、はい、いろんな外し方があるんですけども、ここではですね、まず自分が沈み込むと同時に相手の腕を外している。だからこれどっちか片方の動きでは難しいと思いますよ、はいはい、ですから
沈みながら相手の腕を上げる。あこのスローだと分かりますね、はい、沈むだけとか相手の腕を上げるだけではこれ難しいと思います。はい、沈みながらで相手のサイドに回る。これであっという間に攻守が変わるという大事なテクニックでもあるわけなんですけども、ね、はい、実戦でのシーンをご覧いただきましょう、はい、ホーストとフーベルト・ヌムリヒの試合。もう自分から組んでいってますね。組んでいった相手と密着して今度はちょっと突き放して距離を作って蹴ってますね。オフトグザイオフトグザイ。さあ今度はミルコタイガーとの試合ですね。これはね、組んで膝と見せかけておいて実はローキックを蹴ってますね。これが実は効いているんだ。で普通通常組むとですね、膝蹴りに来ると思うじゃないですか。そうですよね。ところがホーストはここではうまくですね、組んで膝、今膝蹴りましたが、はい、この後ローキックですね。うまく攻撃を散らしてますよね。これがこのシブローになったわけですが、はい、スローでなかなかこの距離からローキックを蹴れる選手って少ないですからね。これはもう大巨人バンダーバーグとの試合ですけど、これは逆にですね、下からこれ見てください。肘を使って相手の顎を押し上げてますよね。そして、はい、膝の裏側へというローキック。さあ場面は変わりまして、これトレーニングというかスパーリングのシーンなんですけれども、はい、これどういう意図を持ったトレーニングなのかぜひ教えてください。これはあの自由なスパーリングというのではなくてですね、テーマを決めましてね、この場合赤のトランクス中迫選手が先に仕掛けたことに対して、武蔵選手は必ず例えばハイキックを返すとかですね、パンチを打って返すとかいうふうにですね、まあ、空手でいうところの約束を組みて、パターンを決めて相手の技に反応する練習をしてるんですね。まあ、どちらかというと青いトランクスの武蔵の方に主体を置いたトレーニング。そうですね、武蔵用の今練習という話ですけども、こういうその反復練習を繰り返すことで相手の攻撃に反応していくという、はい、これは今ヨハンさんが必ず先攻めてますね。それに対してアーネスト・ホスト選手が何かカウンターを取る練習をしてるんですよ。まあ、相手の攻撃に対してどう反応するかというのを、はい、当然これ実戦の場では、はい、やはり相手がどう出てくるかというのは、はい、まあ、予想される攻撃をしてくるわけがないわけですから。そうですね、はい、こういう形でそうか積み重ねていって、それが相手がどう出てきてもリングの上で反応するわけですよね。あ、やっぱりこの一つ一つの積み重ねがいざという時にパッと素早く反応できる、そういうことなんです。源になってくる。練習で頭使わないとダメですよね。ああ、なるほどね、はい、まあ、しかしこれヨハンさんも今あの未だに1日4時間毎日練習を積んでるということで、選手たちに混じってまだまだ現役という感じですよね。あ、まあ、こうやってヨハンさんがスパーリングパートナーを務めるからこそホーストのその華麗なテクニックもますます磨かれていっているということなんでしょうかね。そうですね、やる気満々ですね。Very important for somebody who's in his fighting rhythm is that he makes enough sparring. We give you example of combinations, and that's very important for your timing. The moment I can show you 10,000 times, you must make the kick at this moment. But the feeling is something that you can learn only by sparring with another opponent. I hope this is enough to work in the future with basic technique for K1. Thank you. What's okay, you have seen now the videotape. I hope that you repeat every time the video, that you learn the techniques like it was being. And I think when you study a long time, I think you'll be a great fighter in the future. さあ、というわけで数々のアーネスト・ホーストを中心にホーストを題材にしたという形で、ボスジムのテクニックをいろいろご覧いただいてきたわけなんですけれども、はい、角田師範代、はい、いかがでしたか。本当にこの K-1 のリング上で繰り広げられるですね、ミスターパーフェクトのテクニックですね、ビデオをご覧の皆様も非常に分かりやすくご理解いただけたんではないかなと思って、そうですよね、ずっと見てきたファンにとっても目から鱗というシーンが飾った気がしますし、はい、そしてこれから見る人にとってはね、はい、これ相当参考になるんじゃないですか。これを見てですね、第2のミスターパーフェクト、あなたたち、ああ、そういう人が現れたら、そうですね、私もこれを見て明日からまた練習を、というわけでこのテクニックを中心にしたビデオ、お話は帝道会館師範代の角田信明さんでした。どうも師範代ありがとうございました。どうもありがとうございました。